あなたの役割は、死に、夜になりました。そのままお待ちください。そのままお待ちください。朝が来ました。初日の襲撃はありません。あなたの発言です。はい。うん。占い、決め打つのもそうなんですけど、霊能も決め打つ、霊能の方は決め打つ努力をした方がいいか。占いは決め打たなきゃいけないけど。うん。霊能は決め打つ努力して、まあ、初めにまあ、二人出たら、偽の方から釣って、で、死んだと思ったら二日目に残せばいいし、偽物だと思ったら釣り切ればいいっていう。それだけです。はい。なんか何も考えないで釣り切りますって、狼が出てるかもしれないですよ、霊能に。うん。強人とは限らないから。うん。はい。っていうふうにやった方がいいと思います。はい。一画したら何も考えなくてもいいんですけど、まあ、二しようとか三しようって、なっきにしもあらずなんで、はい。投票行動を、人狼に入れましょう。はい。人狼とか狂人、まあ、人外だと思うところに一票入れるっていう、まあ、意思を示すっていう、ことが大事だと思います。はい。あとは、まあ、人外だと思うところを頑張ってみんなで見つけるように、まあ、発言できればいいじゃないですか。はい。8番さんが発言します。うん、はい、8番も発言しようなし。まあ、7番のその進行論っていうのは、まあ、霊能対抗出てきてからっていう話よね。まあ、釣り切るか決め打つのかとか。まあ、まあ、別に場面、そんなのできてからでいいんじゃないかって思って聞いてたし、どうやろう、なんか、狼っぽいとこを頑張って釣りましょうっていうのは、なんか実装感情にはちょっと、なんか投げやりっぽいような感じは見えたんやけど、どうやろうね、ぐらいっす。まあ基本的に、その、まあ占いは、初週に出てきてほしいっていうのは、思うかな。はい。2週目、その、占い師としての思考を落とすよりは最初から思考を落としてほしいっていうぐらい。あ、まああと変な発言があったら2周目この位置で落とし。9番さんが発言します。そんな言うって思ったことが2つ。1つ目が、7番は盤面確定してからいいことをくどくど喋ってるって言うけど、7番さんって霊能2枚出ても霊能への精査、役精査をやる努力はした方がいいと思ってる人らしいから、例えば9番1番で霊霊 CO が出た時に、2番3番4番5番にその精査を放棄させたくないみたいな思考があったから喋ったんじゃないって思ったから、そうかなって自分さんに思ったのと、2つ目が7番さんが最後人狼を見つけましょうって言ったのが投げやりだって言ってたけど、7番さんって占い師は絶対に決め打ちたい、霊能者は決め打つ努力をしたいって話してるから、やる気自体はあるように感じたらね。それこそ主体となって、自分が主体となって考察を働かせようという意思も7番村家庭では感じたから、2つ目の7番投げやりじゃないもそうかなって、まあ、単純に共感する部分というか思考が違う可能性はあるから、これで一概に8番人外ロックとは言えないけど、僕はこの2点に関してはそこまで言うって思って。1番さんが発言します。7番さん、8番さん、9番さんからあんまり狼要素拾われへんけどな、まあ、完全にヒーリングでも言ってます。まあ、9番さんの模索の仕方が1周目は印象がいいです。ただ、まあ、そう、9番さん、8番さんに対してこうどっちなんかなとかって言ってるところもなんか印象よく見えちゃいました。でも2周目変わるかもしれません。
まあ、例えばですよ。こんななんか、例えばの話したらあかんかもしれんけど、占いに、霊能にとかなったときに、占い審議が難しいときは、霊能の方に私は注目するかも。でも、ね、ほぼほぼないと思ってるから、基本は、まあ、占い師の方が私は大事だと思ってるから。まあでも、そういうとき、まあこれ、場面やからね、どうでもいいんですけどね、そんな場面にならんかったら、この話も無駄やし、ただだって喋ることないもん。2番さんが発言します。はい、村人陣営でした。役職書ありません。まあそうですね、僕も9番さんと一緒で、8番さんがちょっと7番さんになんか言ってたことがあんまり8番さん視点で考えれてない、7番さんの発言に対して考えれてない発言だったかなと思ったので、まあ、ちょっと今日は8番さんでもいいんじゃないかなって思ってます。はい、まあ、1番さんもちょっとよくわからなかったな結局。うん、まあ、1番はまあでも2周目か、とりあえず今日は2周目8番さんの方がちょっと一番黒いと思っちゃったかな、9番さんの発言聞いて。うん、ああそうだって思ったからね。うん、まあ役が決めればいいことだと思います。はい、自分は村人でした。はい、3番さんが発言します。91と8割対数精査は2点だよな。7番って別に投げやりな感じじゃなかったと思っていて、どっちかというと、まあ、霊能に関しても決め打ち努力をしたい、占いも決め打ちたい、結構そのちゃんと役職に対して見極めたいと思っている人物だから、まあ、何やりにはあまり思わなかったらそこを思ったのと、時点で2番かな、2番若干ちょっと偽装感情っぽいのが拾えた。なんかね、2番が8番を怪しむ視点を持っているんであれば、1番の発言は分かるんじゃない？1番もその9番のその8番に対しての模索のかけ方の話をしているから、その投げやりうんたらかんたらの話に対して、ああ9番のその探してる姿勢はいいよねって言ってるから、何も分からなかったことはないと思うけどな、1番の発言を聞いた上で。なんか若干ちょっと2番もそこの発言が気になったぐらいですかね。はい、以上です。4番さんが発言します。はい、4番レタス山盛高田です。2、3引っかかっている。まず2は8を釣りたいとまで断言できるほど俺様子は落ちてないと思うんだよね。視点が合わないだけで。うん、それは3も同様なんだけど、9、8どっちかの意見かってたんだけど、僕も9側ではあるのよ。ただこれほぼほぼ分かんないけど、思考の違いのだけが気がしていて、別に狼要素に何も匹敵するものないと思うんだよね。でそこで8を釣り要素にも分かんないし、8時点で2っていう3番もあまり共感できないね。うん、ね、でまあ2はそう1を理解できないっていうのもおかしな話で、9を評価してる人物だから一緒の視点あるんじゃないのって思ってます。5番さんが発言します。まあ結論として橋場さんの言ってることはおかしい部分はあると思うよ。だって7番さんってそもそも霊能に、狼がいるかもしれませんって、狼いるかもしれないって言ってるからね、そもそもの上で、じゃあ普通に精査しましょうって言ってるから、なんか狼釣る気あんのかなってなってる8番の7番指摘は変だと思いますよ。まあわかんない、2番さんの中でその8番の7番言及が怪しいって思った時に、別に1番ってそこまで8番に対して視点を向けてないから、2番の中で1番がわからないってなったんじゃない。そこに関しては理解できるかなと思ったから、別に3番4番に関しては俺はなんか逆に理解できないかなと思ったけど、1番さんが人間だった時って別にフィーリングとかじゃなくて、なんか言論とか拾った時にそもそもなんかもう一度落とせるもんがあるんじゃないのかって俺も思った派だからね、申し訳ないけど3番と4番と違ってって思ったから、まあ、9番が一番評価できるかなと思ってます、現状はね。つうか平和村多すぎて、平和村と3周って極端すぎるんだろ。6番さんが発言します。
はい、まあ釣り位置は2、3、4ですね。まあ、2番は明らかに9番の思考を借りて言ってるのと、2番目線で絶対8番が殺したいっていう感情は多分偽装感情だと思いますね。なんとなく8番にヘイトを向けてる感じがあるんで、2番は人外臭いのと、3番がその2番の発言を聞いて2番釣るって言えなかったことですね。2番は8番を釣りたいぐらいのところまで言ってるのに、3番は2番に結構鋭い精査を入れながら2番に関してそこが気になりましたでとどめてるから、ヘイト管理してるように見える。4番に関しては2番は3、8を釣りたい、3番は2番のことを印象悪い的な釣りたいまで言ってないのに、4番が2番、3番を一緒くたにしてるのが様相と消化しすぎる。はい、あなたの発言です。はい、2週目の始めまで、あ、はい、で、占い、あ、もう、あ、はい、もう、あ、はい、エチシロで平和村で騎士出てます。まあ騎士だらわかんないけど、市民使用してる2番か8番のその組取り、みんなにもう要か要精査必要だけど、一周目だけ聞くとおかしく感じて、934って釣る理由がないんだけど、平和村になってる状況なので934って精査入れないといけないと思ってます。はい、まあ役決めるランテージの中でちょっと934はもう一回聞きたいと思って、自分視点だとちょっとロックが入っちゃってます。はい、いい印象になっちゃってるけど、まあ6度ゆとり3と4が微妙に違うのかもしれないけど、市民使用してる2番って何なのかなって読むと、8番を本当に叩いてるっていう、ただなれば8番って果たしてローなのかなっていう、ちょっとねえ、表だとそんな風に捉えちゃってるんですよね。8番をもう切ってるのかもしれないけど、後半の人が。うん。という一点気にかかる部分があるっていう。はい。一応9、3、4をもうちょっとよう確認したいっていう。本当に2、8でいいのかなっていう。2、8ロールはさすがにないと思うんですけども。はい。以上です。8番さんが発言します。新八フォローはさすがにない。じゃあ、7視点2番は、じゃあ、どこと繋がるのとか、じゃあ、8番とやったら、どこが、俺が、1番ラインがないんですけど、はい。どうやらね、まあ、9番は2周目聞いてみらんとわからんし、基本的に、じゃあ、俺が相方いてよ、初週から出ろって言ったら、俺の相方絶対出るはずじゃん。2週目の占い師のしての視点を落としてくれっていうぐらいやから、どうやろうね、2、3あたりがちょっと気にはなる。だって3番って8番まで、8番を釣りたいっていうんやったら、1番って7、8、9村がいる、プロっぽいとこおらんのやないっていう発言を落としてるから、だから3番って絶対8番を釣りたいんやったら絶対1番に視点が伸びないとおかしいとは思ったんですけど、むずいな。 7がじゃあ2番8番どっちが怪しいのっては思うんやけど、2番8番しかほぼほぼ触れてないけど、あ、9番評価ね、5番さん、まあ、自主点は自分占われても、基本的に盤面狭まらないんで、6番さんは他の村っぽいとこを占ってください。9番さんが発言します。まあ、実は8番の2周目聞くまでは割と8番村かも、俺やっちまったかもって感覚あって、僕が8に対して、まあ、雑殴りというか現時点で落とせる様子を落としたときに、そこから1以降で構成される議論の展開が
なんというか僕の立場を利用しというか9番に対しての色付けを行って8番派生まで精査を伸ばすっていう色付けが行われてたから9番8番で狼視点で、村陣営は今日が見えてる時に起こりやすい議論展開なのかなって思ったから話聞きながら8番の村はかなりあるぞって思ったんよ。ただ2周目聞くと8番はなんかふわふわしてるなって印象になっちゃったかな発言聞くと。だから、まあ、端的に言うと僕は8番強靭なんじゃないかなって思ってますね。ラインで詰めると疲労っぽいかもって感覚を覚えてたけど8番自身で村っぽい位置自分以外で占いたいじゃあどこって言われてもそのアンサーない。陣外地どこどこ釣りたいっていうのも行ったり来たりして5番が9番村なんだみたいな進行役に対しての思考に対する感想を述べるに終わったから僕は8番は強靭なんじゃないかなと思っていて、まあ、強靭に期待する狼も全然一応ありえると思うから僕は8釣りでいいと思ってるはず。占いも当てたくないかなって所感ですね。あと6番さん視点で4番は別に村で見えていいんじゃないと思いました。僕は6番さんが言う9番を利用して8まで釣りハセを伸ばすのが怪しいみたいな論で2、3に対して圧かける6思考分かってて4番も一色単にしたとはいえ似たような視点拾ってたなと思いますね。3番さんで多分4番が怪しいと思ってるのって8番釣り1ヒット時点2って言った点だと思っててここの順番が入れ替わってもいいんじゃないかっていう4番の睨み方だと思うから僕は6番がその思考を持てるんだったら4は評価してあげてもいいのではって思いました。1番さんが発言します。7番さんが霊能決め打つみたいな話か霊能かと思ってよで9番さんが8番さんだし言ってんのもうなんか村っぽいと思ったから7、8、9に狼いないんじゃないかなってって言ったから多分2番さんが1は分かんないけど8番さん人外だって言ったからもう多分3番さん分かるかなと思ってこれあれをねただ8番さんが言ってた白占いはやめた方がいいんじゃないかな多分だって私に白刺さってるでしょだから多分黒占いの方がライン見つけやすいんかなって思いました。じゃあちょ私に刺さってるから何言ってんだよ何言ってんだよ。ああ、オカミ1わかんねえ。これ、なんか役1画すると、オカミ1わかんないよね。こういう時は、多分、スムラの人の視点の方が強いと思ってるから、まあ、小林さんが最終的に論をまとめるっていう感じで、お願いします。2番さんが発言します。まあ、僕9番さんちょっと2周目ダメでしたね、はい、8番さんをなんか強調気してスローとしなかった8番さん普通におかしいこと言ってたのにそこをなんか助けるみたいな構図になってなかった9番さん、うん、だから8つって占い9でいいと思います。はい、黒を狙うのも9でもいいし9番が8に強靭を期してるから9番が強靭っていう線もあるけれども9番は黒だったら黒でめちゃくちゃラッキーだし普通白だったら白で白なんだって安心して考察できると思う、うん、みんな視点9が一番白いんでしょなんかそれだったら9占いでいいと思う。今日は8、はい、まあ、僕言ってることおかしくないからなんか3番さんとか俺に言ってきてるけど、逆に3番さんが言ってることの方がおかしいよ。うん、僕は考察して、9番の視点で8番が言ってるのに、4番さんとか3番さんとかさ、俺がさ、8番のこと本当に言ってるみたいなこと言ってたけど、俺普通に言ってるだけなのに、そこでなんか取ってくる人外が3番、4番。8、4、3。9が8をかぼうとしてるから怪しくなったってところかな。7番はね、わけわかんないこと言ってるから。うん。わかんない。まあ、6番の乱定値に従うけど、僕は8番一本釣りの方がいいと思う。残しておいたら多分ダメ。3番さんが発言します。2番は確定人外やな。2番釣りたいかな。2番狼だと思ってるから、なんか2番の視点の中で8どうしても釣りたいんだね。
なんか単純に8釣りたいだけの人物にしか見えなくて、なんか2番目線、なんか3番4番の発言が、2番に対しての発言が違和感に感じてるんやろ。だった場合って3番4番の発言聞き次第ではこっちにも俺はベクトル向けますよっていうして、なんか占い師でもなんか9番に飛ばさせようとしたり、なんか7番も怪しいけどなんか釣りたい位置は8番だ、今日は8番を絶対落とさなきゃいけない人物だって、なんか単純になんか2番精査してるっていうよりか単純になんか8番落としたいだけの人物に見えて、2級か2四とかなのかな。なんか9番もなんかどうなんだろう、1周目の思考で8番そのね1回フラットに考えて8番のこのベクトルのね風向き的になんか8番ってなんか村人を1回しておったのに、なんか8番のあのふわつき加減だけでじゃあそこが一気に崩れるもんなの。8番の狂人もあるかもしれないで、狂人っぽいムーブをしてるオカミもあるかもしれないってならないと思うんだよな。だから序盤そこの9番発言気になってるから、なんか2番は今日落としたいかな俺普通に。はい、4番さんが発言します。うん、8は今日で落ちると思う。なぜなら占いの指定から逃れようとしてる。で占われるよそんなことしたら。だってそうじゃない、まず占い先について話すこと自体がおかしいでしょ。だ8番って占われてしまうのよそれをやったら。だから占われたい狂人に俺は見えるんだけど、まあ、9番がその要素で8を強と取ってるかわからないけど、俺も8を強で置いている。で、9は4をかばう必要性がない。狼だった時に。うん、だからあまり俺は9は追えないかなと思っていて。うん、7は単純に色を隠している。うん、精査落ちてないよ、全く。8-2で、3、4、9の話聞きたいしか言ってないからね。うん。で、2は、はん、まあ、2、3どっちも、俺視点は合わないよね。まず8は今日で見ているから狼ではないと思う。で、まあ、2は8釣りを押しすぎている。で3-4に対しても甘いね。うん、自分で違和感持ってるならもうちょっといけるでしょっていうの。8-1本で指定するとこまでいけないと思う。で3番は3番9目線立ってそれ出るのおかしいって、いや合ってるでしょ。 9は単純に視点が合わないのは3番、まあ、ただ2に対するものだけは同じベクトルである。2 5番さんが発言します。2周目は3番さんいいなと思ってて、なんか2周目も4番さんをなんか俺はもっと怪しくなったと思ってる人で、なんかね、まあ俺はね、2、8の段でいいと思ってるけど、まあ6番さんに任せるわ、そこに関しては。6番さんの冷たいところで、冷た上で占えばいいんじゃないと思うし、まあ俺は別に噛まれていいから、1番さんが6番さん声をしてあげてね。2番さんって、俺がめちゃくちゃ疑ってる要素は、9番さんってそもそも8番ことをかばってるっていう思考で2番の9番の精査が変だなと思ってて、俺9番さんってそもそも少なからず俺は8番に対して俺はかばってないって思ったよ。だって9番さんの言論の中で8番が普通になんか狂人でなんかそういう像があるんじゃないかって8番ついたいまで言ってるから、2番の8番になんか9番に対して言及が変怪しいって思っちゃった。めっちゃだから別に2番釣ってもいいって思ったのと、なんかね、4番さんの中でさ、俺はなんか別になんか2番さんが怪しく見えるのは分かるけど、なんか3番さんがさ、2番さん当てる視点とかでさ、別にいいんじゃないの。なんか4番さんの思考の中で別に、なんか4番さん別に9番が白いと思ってんだったら、3番って別に9番釣ろうとしてるわけじゃないから、なんか4番さん視点でそもそもなんか3番さんに何の疑念を抱いてるのか分かんないと思ったし。あ、まあ別に8番は2周目聞いたけど釣っていいやと思ったわ普通に人間でもなんか黒念されそうだなと思ったから、初日のうちに釣っておきたいなと思ったのが本音かな。
まあ、俺はなんかね、6番3番3番占いすればいいんじゃないかなって、白狙いだったらねって思ってるけど。6番さんが発言します。はい、まあ、今日のランテージは2番4番でお願いします。2番4番で、あの涼子はね、もう勝負は始まってるんだよあなた。え、この盤面であなたが奇跡的に5番グッジョブとかでも起こした時には、6本のこのグレーのうちの3本の色が落ちるんですよね。1番さん分かります？死ぬ気で5番6番の 5H を迷った方がいいかなと思ってるんですよね。はい、まあ、ここまで言ったら怖くて狼は5番殺せないと思うんで、涼子が落ちて5番さんと私は頑張りたいなと思っているんで言ってます。バイバイ涼子って感じで。レイグッジョブ起こった試合ね、言いたいことはそれだけです、ね、狼は人狼だった。まあ本当にね、平和村のシングルラインが隠れてるから、やったこと、私やったことある人分かってると思うんですけど、石は締めたと思ったでしょ、ですよ、ね、その後俺黒打たれて、私はそのぐらい、黒打たれて俺も絶望した。自信がないというか、と思ったもん。自信がなくて人狼に出るのが嫌だったっていうパターンもそうだし、もうなんか狂人に任せようっていう狼のこの仕事をしないっぷり、もしくはこの狂人に任せようっていうか、もうやる気ないんだろうね。ボコボコ俺も出んのめんどくさいもん。狂人に任せようっていうか、もうめんどくさい人もいるから。人狼っていうのが、私はちょっと、嫌悪感を覚えてる人間なんで。たださ、今日平和村が多すぎて具合が悪いから占い切ってほしいよなって。あるので何を言ってんだこいつは。安心よ、一回しかなくて、あと、アイソン案件の試合全部、あれ、平和だぞ、平和。ほぼ。さっきのゲームは、シングル占いは出なかったもんね。私が入れる先も決まってるんですけど、村全体で、今日もそうだし、もう、カンプなぎまでに勝ってやりましょうよ。ね。いや、4番いくよ。なんでかっていうと、6番って4番つるって言ってんでしょ。投票してください。アバターをタップして選択できます。いいですよ。参加費用占ってください、その代わり。もう、議論で頑張りますよ。俺、マジで驚いてるけど、もういいんじゃない。だって、4番釣りたいんでしょ ?6 番の意図は、2、4にしてるってことは。こんなに4番ロックオンしてる。投票を終了しました。追放されるのは、2番、3です。ああ、2番は白なんだ。2番、3が発言します。はい、まあ僕は、別にいいですよ。うん。まあ、なんか、サンマさんが、結局触れたのが8、9、2 だけだったので、ちょっと怪しいと思ったんで、まあいいですけど、まあ4番なんだって思いました、指定が。まあ僕はね、これで6番さんが完膚なきまでに勝つっていうのが、まあ完膚なきまでに負けると思うけど、6番のやりたいようにやらせるためにはまあ4投票してるよ。6番の指定に僕が入ってたので、完膚なきまでに達成できてなかったんで、占い師の能力不足ですね。はい。夜になりました。そのままお待ちください。襲撃されたのは5番3です。6番3が発言します。はい、まあちょっと笑っちゃったんですけど、まあ涼子の心情よくわかってるよね、人外はね。ね、一番さんのね、肝っ玉の大きさよくわかってる、人外さんは。はい、あと今から言う説明をちょっとしっかり聞いてほしいんだけど、
9番は8番に対して8番がおかしいという要素を拾っておきながら9番は8番のことを強靭と置いてるのね。で2番はその9番自身が強靭で8番に強靭って言ってた中で2番が9番に対して結局白でも強靭白引いた時に安心して進められるって言ってたんですよ。この要素をまず拾ってほしいっていうところと3番4番で比較した時には2周目に関しては3番さんは比較的評価ができたかなと思ってたんで、はい、占い対象から外しました。私の発言の時に最後の発言の時に結果を落とすんで、はい、で、まあ、村として多分精査に困るのが多分7番だと思うんですよね。7番のラストウルフは、まあ、大いにあるかなと思うんで、ちょっと村目線全体的に7番の黒がラストウルフあるかどうかだけちょっとしっかり精査残してください。頼みます。はい、まあ、そんな感じでお願いします。4番黒です。4番黒、はい、あなたの発言です。6番ってさ、まあ、4番釣ります。だって、8、8、3が4言ってないでしょ ?2 番、4番見て、6番ってさ、なんで2、4にしてるか分かってる ?4 の色味はいいじゃんっていう。あ、俺ね、要するに、2、8ってもうしょうがないけど、ちょっと間接的に色味するためには、9、3、4の 色付けが必要だったから、まあ、4番釣って、まあ、5番が来てたら色見て、9か3を狙ってほしかったの。うん。それだけ。42ローローじゃないと、投票行動って人は、2番って白なんじゃない？ 42 ローローじゃないと。と思いますけどね。だから、6番、4番釣らないと、下手すれば明日4番釣るって言い出すから、4番釣ってっていう。まあ、934の色がわかんない。2番釣ったとしても934が、こういうふうに9白だったら3番4番の色がわからない。だからしょうがないけど4番落として、9番3番のどちらが色つけた結果で判断すればいいんじゃないっていう。うん。2番は市民とか言ってるからね。ローでやってる可能性じゃないかもしれないから。まあ、ロー狙いっていうのも込みで。はい。はい。4黒じゃないってことね。わかんないよ、俺も。本当にこれは。新たに、2番釣る、934がわからないから。4通って9番3番占ってもらった方が絶対得策だから、僕にとっては。うん。まあ、どうすればいいっていうことですよね。まあ、8番3番がなんで4番いかなかったんだろうっていうことを考えれば、3、4とか4、8とかあるのかな、と思いますけども、はい。8番さんが発言します。どうやろうね。まあ、2番、4番、8番、2番、4番、9番ともに8番強靭をなすりつけてるから、どっかに強靭はいそうよね。どうやろう、9番がその8番、無理くり強靭無理するのがちょっと変なんやけど、それで2番が8番生かしとけない。まあ、5番噛まれてよかったんやけど、そのうちなんか俺釣られそうやし。まあ、2番が9番黒って言うんやったら9番から釣ればよかったやない。だから2番いった。で、7視点の中でじゃあどうやろうって感じやんやけど、いや、俺3はないと思うよね。まあ、これ感覚やけど、じゃあ3番、2番、2番が8番釣るって言ってた、2番、9番が8番釣るって中で、まあ3番が、8番を釣らないっていう方向、まあ初週は釣りたいって言ってたけど、まあこれ評価集やったらきついかなって思うけど、4、7釣り切りゃ勝てるんやない？俺占われても基本的に自視点は何の
更新もないんで、だから俺の占いはなしって言った。8番一つ気になるのは47ローラで見てんの。9番さんが発言します。まあ、強人っぽい顔しながら発言終了ボタンすぐクリックしようとしたけど、6番さんすごいなんか発言の最後に結果出すとか言って遊んでるから、まあ、もしかしたら旧白フェイクで別の白めくれてて議論の流れ見てるとかもありえるんで、ちゃんと発言伸ばそうかなって思いました。まあ、8番で怪しいかなとか3番にアンサー返す形になるけど、僕は8番が村っぽいかもと思った理由は、まあ、端的に言うと2番3番疑ってたからなんですね。2番さんが9番の発言分かるって言って8番釣りをしたいこいつ人外だが、僕は思考偽造入ってると思ったし、そこまでロックできる要素じゃないと思った。3から2の指摘がまあまあ通ってたのに、3番が2番8番の釣り順の順番がそっちなんだと思ったから、2番3番に狼いた場合に8番9番疲労過程で利用されている9番かつ8番疲労があり得る構図に見えたけど、8番の2周目を聞いた上で怪しいと思ったから強人にしたっていう思考の流れなのね。別に自然じゃない。8番から村要素取った理由が8番の疲労要素としてライン要素を絡めて議論の風向きを精査したんだから、そこから8番の発言を得て、自分占いは嫌だ、村っぽい人占ってほしい、でも占い値は出さない、釣り値に対しても明確に出さないっていう発言残したら8番強人に見えんと思うから、3から9指摘別に通ってないと思ってて、4番思考の中で3から2指摘は通ってるように見えたが、9番の村を取ってる時に3から9が明確に怪しんでないとはいえ、3から9指摘を4番は多分通らないと思ってるのね。だから5番さんが言ってたけど、4番が3番のことを評価できないって喋るのは別に正当じゃない。3から2が通ってても4視点で9が村っぽく見えてるんだから、3から9通ってないんだからっていう話だから、僕は別に4番は落ち度を作ってないと思ってる。7から4の殴りを見ると割と7番狼はあり得ると6番さんは思ってます。ただ8は釣りたいです。1番さんが発言します。あ、確かもうこれはね、6番さんの視点の方が絶対いいから。でもね、5番さんが構えてる意味ってはあれ、あー9番さんか。9番さんは白よね。白よね。はい、6番さんよかった。上位置ちょっとすいませんでした。3番さんが発言します。いや、俺はね、ほんと2番でね、もう狼落ちてると思ってんだよ、この5ガミとか。普通さ、1が、なんか2番白結果だったら1番噛みそうじゃない？でもそれでもなんかワンチャンさ、5番ね、肝ったま座ってる1番がもし生かしたら5番護衛するかもしれなかったじゃん。なんか6番もちゃんと護衛先考えた方がいいよっつって結構誘導うが流してたからさ、それでも5番神に行ってるって、俺2番のね発言がやっぱり狼にしか見えんのよ。8に固執してるあたりだったり、あの1番もさっき6番も言ってたその9番に対しての占い誘導のかけ方とかもね、なった時に7番に少し疑問なんやけど、俺は2番4番2番9番って機能視点だったのね。俺なんかだから2番が結構黒軸で追っちゃってたから、その視点で落としてるから、なんか7番目線2番、なんかその俺は一応その視点を追ってたよ。でもなんか3番4番だったり4番8番ってなんか 2番は7番目線で村評価してんの、その精査だったら全然2番4番とかありそうやん。だって指定が入ってんだから2番4番に なんでじゃあそういう感じだったら2番が村になるんだろうねになんの。だから俺結構2番で黒軸追ってるから、なんか2、4で見たかったけど、4番もなんか指摘結構ずれてるとこもあるし、うん、なんかその発言だったら結構俺は2番黒軸で追っちゃってるから、なんか下せなかったのは7番が二村評価してるのか分かんないけど、盤面上の発言してるのか分かんないけど、3番4番が4番8番かっていう発言してたから2番黒ねえのって思ってんだけど、はい、なんか若干7番に傾いてるかな。8番は行きたくない、2番黒で結果で追ってるから。4番さんが発言します。うん、まず7番が4を釣りたいって言ってるけど、占いって死ぬから占えないよ。占いで結構見たいって言ってるけど、これ8番も言ってたと思うけど、占いって死ぬでしょ。
だって5が噛まれてんだから。でその理由で4を釣り切ろうとするのは正当ではないよ、理由として。それただ4を釣りをしたいだけじゃんって思うんですけど。で3が2を黒で追うのもあんまりムラと思えない。まあ、2が黒の可能性全然あるんだけど、そこで提案して2の黒軸を追わせようとするのはあまりムラではないなと思うんだけどね、単純に。で7で若干7だと思うんでしょ。いや7じゃない ?2 とつながるなら2、4でどうつながるの。逆に4って2を釣りをしてたんだよ、2、3を押してた人物で。別に2、4でつながるとこありました？2、4追わないのがおかしい、7番って言ってるけど。まあこれは俺もわかんないよ、うん。別に赤点ってことじゃないからね。進行は荷釣りして、今日はやっぱり合ってると思うから。だってもう難しいよ、裏側れようとしてる行動じゃん、8番のやってることって。8番って怪しまれてたんだよ、割と。3番はめちゃくちゃ変だけど、裏側は。9、白でいいよ、ね。3から8抜いてて、8占いで落ちても村としてはメリットあるよ。8が村だった場合。だから、占われようとしてる行動が強度。するけど、まあ、つまんねえからな。それしろってことか、結局。何これ、止まってるよ、もう。投票してください。アバターをタップして選択できます。ああ、7殴り合ってんだろうね、これ。7殴り合いしてそう。3番行きたいけど、6番がまとめないから無理よ。投票を終了しました。握りしてしまってるからもう。追放されるのは、4番、3です。3の愚だったのか、これ。4番がまともだったわ。いけねえだろ、俺してんよ。3が発言します。いけねえだろうよ、俺してんよ。183だな。いやー。8、3だったのか、これ。いけねえだろう。で、6、7、9。なんで3番が。2浪いるかもな。4にこんな集中することがおかしいもん。3、8、7のグレーで。4番は白があったから3行きたかったけど、俺本当に3行きたかったわ。やっぱ今日で、まあ今日1、うん。俺にそんな落ち度ありました、逆に。6番が悪いからね。みんな言ってた8に入れてないんだよ。発言的に黙って3番とか8番とか含めてりゃいいのに、2番とかいらないのに、5番入れたら無理だろう。死ぬのに今日。3、4とかの方が良かっただろ、まだ。理由になってないよ。この6番に任せてられねえよ。俺投票結果で4番行くなんて思ってなかったし、もう。まあ、きつそうだね。いや、もうこれ投票同行動は3、8ロロ。夜になりました。そのままお待ちください。3、8。襲撃されたのは6番さんです。あなたの発言です。ライン切ってなければ3、8ロロ。3番から釣ってください。2番を黒で見るってどういう視点なのか教えてほしいです。はい。僕の視点だってライン切ってのは 4-2 で終わってないでしょ。4番も3番投与するから普通7番行けばいいものだから、
3番の発言っておかしいもん。やっぱり 2番ゴローで見たり、2-7に4番の意思的してる通りなんだよ。3番行きたかったけど、釣られるわけにもいかないから、一応4番行ったけど。4番3投与だから、4番多分白だと考えればもう3-8ローロー。でもまあ、どうなったら2-4に9番が強人じゃないんだったら、2番4番に強人がいて3-8ローローなんじゃない？なんか僕の方はそういう風に見える。ライン切ってない限り。うん。3番行ってください。2番をローで見る視点がわけわかんないです。どっちかっていうと、なんか白でやってる人に見えないですか？うん、黒狙いなら普通2-4だったら4行くと思うけど、発言は変だけど。うん。4番の言ってる通りで、2番ロジックなら7番の方が先じゃない？次に4番、2番じゃない？うん。で、3番って7番足でたら7通りじゃないよ。なんで4行ってんのって話なんだけど。うん。8番もなんで4行ってんの？あんなに8番、3番で7番足でたら7通りすればいいじゃん。うん。あ、3番行ってください。これ、9番も1番も飲めるでしょ？ 3 番行って。で、まあ、終わったらラッキーなんだけど、2、3とか3、4って投票から見えないから。投票コード見てほしい。参加者が全部一緒じゃん。うん。これ3と8とあまり繋がってないように見えるじゃん。うん。3行ってほしい、今日は。その後、もし終わらなければ、もう8番との勝負。うん。8番さんが発言します。終わらなければ8番との勝負。どうやろね。まあ俺はまあ3番7番釣り切れば勝てるっていう寸法やけど、俺はどっちかって言ったら、どうやろ4番で落ちてそうな気がするけど。そもそも自主点は、急白めくったらもうあとは釣り切り盤面なんで。はい。ただそれだけを言いたかった。まあ、黒狙いやったら、次の日、次の日は、まあ、なんていうかな、盤面速攻で詰めれるけど、それのラインが見えづらいっていうのが、はいよね。まだ4番があれを突っかかってくるんかって思ったんですけど。じゃあ俺が占われたくない狼の可能性もあるじゃん、4番視点は。なんで占い飛ばさせる前提で話すんかなって思ったんですけど。意味がわからんから4番投票。まあ3番7番どっちか行きます。 一発で当てたいよね。多分7番に行くと思う。3の黒要素がないもん俺の中で。9番さんが発言します。もういい加減8つらん。あ、8つろ。大丈夫だ、これ。6番さんって8生かし続けたのって、僕らに8番の村拾えるんじゃないかってワンチャン思って残してたのかな。あ、よかった、4番さん帰ってきた。接続切れてて僕は悲しい気分でした。じゃあ、まとめて8番にするなら8番ね。3、7、8って地獄の最終日が来そうで、ビビってるんですけど、相対評価だと8番が名は一番近いですね、僕の感覚。1番がこの身と魂を捧げてどうしても3か7はどっちかに一本指定して様子をくどくど話してくれて、それに納得したら僕はじゃあ1番に票を合わせるくらいで、それ以外だったら8入れようかなって思ってます。8番のエース予想も割愛するんですけど、7番3番でそれぞれ僕が気になってるところがあって、3番3に関しては4番の村拾えないのが端的に気になってますね。そこまでやって4番に投票するんだって思ったし、どうせ最後4番が3番に対して狼懸念飛ばしたからでしょうけど、3番村勝てでも4番が3番に疑念持つのって僕は納得できる範囲かなって思いますね。うん、むしろ4番があなたに縄かけに行くの結構白くない？ 4 番さんが村人狼家庭で8番強人7番3番どっちにもヘイト飛ばしてるから、4番さんって生き残る道ないかなって思うから狼行動してないと思うんだよね。僕昨日3番さんが4、2歳入れなければ僕は3番のこと村決め打ってましたよ、相対評価なら。7番さんに関しては、まあ、初週だったのもあるんだろうけど、僕は、LINE 考察で4番のことを雑に狼にあげたのは、あんまりピンとこなくて、
2周目に関しては僕のスキルと合ってるんだけど、4番投票しといてそれ言うんだって感じですね。自分が釣られたくないかったってのは分かった上でね。はい。3番、7番は結構悩みますね、最終日。思ってますよ。1番、3が発言します。聞こえねえよ。どうだろう。聞こえねえよ、票が。マジで肝心なのが票合わねえよ。聞こえねえよ、もう。なんで肝心なところが票が聞こえねえんだろう。もう票が合わない。ダメだ、もう。もう肝心なところでもう、意思統一ができない。三八老老だってのような気がするんだが、ライン切りがないと、耐えらんない。いねえのかよ。戻ってこねえのかよ。まあ、一番に合わせるしかない。もう無理だ。ないのと同じだから、一番は。聞こえねえしよう、もうよ。まあ、6番がズレにズレにズレまくってたってやつな。もう、初日の、ためなんて3番行きたかったわ、マジで。9番、4番って正しいと思うわ。いやー、もう無理だったか。まあ、9番、もう始まり行こう。もう、しょうがない。もう、それしか過失しかない。3番に行ければなぁ。4番が3番怪しんでるから。いや、もう負けたな。38ローロ。3番。だから4からずって2番って白で置いて、そうすればイメージして38とか終え、はい、えたじゃん。俺は7番に行きます。俺は2番、7番でしか見えてないんですよ。7番目線じゃ8番3番で追ってるんだったら別に3番からじゃなくて8番からでもいいじゃん。まあ、その場合なんか2番4番ムラムラで7番8番っていう懸念もしなきゃいけないんやけど、もう6番がセンスがなかったって、これ占い師が赤点だからね。なんかだって占い師が3と8弾いて常に弾いて村だけつって懸念しなきゃいけない位置に入ってたんだ。占いよ3番とかよ。マジで激怒するわ。なんで2番の黒はないの。なんかこの状況かなんか2番が村じゃないとおかしいみたいな、2番目線なんか7番目線2番の黒なんでないの。無理だろこれよ。1番がいる。どこの発言で2番差がそんな村要素になってんの。白っぽい人物でしかないみたいな。色見えてる。街づりで合わせるしかもう手がない。もう無理だよ。もう一番発言してねえのかよ。俺は2番黒っぽいなと思ってる人物なのよ。だからして合わないのよね7番と。だから単純になんか2番無理だろ。4黒って言ってる占い師がいて4つらねえ村ってまずよ。2番つって2番をローで見るおかしなやつがいて、その8番の占いが7番がおかしいなって言ってるし、もう乱しろよまずよ。自由投票じゃなくて無理だろ俺視点が合わせんの。あれほど3だっつっても9番は8番がってもう固執してるし、もう投票してください。アバターをタップして選択できます。あれほど言ったのに、もう。あれほど言ってんのに。なんで2番が人狼だよ、まず。わかんないよ、俺も。だから3番から行けって言っても言うこと聞いてくれないし、4行って、ちゃんと3行けば勝ったじゃん、この人。追放される人が決まりませんでした。8番さんが発言します。9番強人やろ。ずっと俺に強人塗りして、俺じゃあ俺の相方どこなの？っていう話。あ、1番起きとった。ならよかったわ。
3番、9番で7番。で、7番、1番で、7からスール。これ釣られたら多分9番強靭使用されて負けるっすね。あなたの発言です。8釣ってください。急投票してるんで。8番はもう3番か7番に行かなきゃいけないから、8釣って8番強靭かなんかなんじゃない。だって急投票してんだから、もう村だったらしょうがないじゃない。または8さんローローやってるか。3番だと2番か4番ライン切ってるけど、4番か3番叩く必要ねえから3人っぽいけどね。3人か3、8。いや、多分。3人だったら8番巨人。2番が僕視点に立ったら白に見えるのが普通です。僕村っすよ。で、全員が入れてんだよ。それを白で見てるっていうのが普通の視点でしょ。黒で見えてるっていう方がおかしく感じるよ、俺視点は。8行って、投票見てください。8番の急投票はもう村じゃないってことで、8番行ってください。で、終わらなければ3番。まあ、3、8で8番が強地に見せてんのか、3-2なんじゃない？ 2 番の、2番の黒が見えてるって3番がもう言ってるのと同じなんじゃない？ 3-2 ローロ初強地ってとこかな。8番行ってください。投票を行っています。そのままお待ちください。まあ、しょうがないけど、8番ってなんで投票しねえの？まず。だから8番ってローっぽくねえんだよ。だから裏、あの、釣り位置って、4番に使い、9番に使えば、3番と2、8で戦えばよかったんだよ。で、俺が、投票を終了しました。2、8で戦えたんだよ。追放されるのは、8番、3です。なんだよ、これ、8、2が8、4でこんなプレイしないだろ。8番、3が、発言します。8番強靭。はい。まあ、強靭やったんやけど、正直3番、7番わからんかった。2番、悲しくなってくるわ。多分、4番で落ちてると思う。俺に2番の方が勝っとったもん。だから9番から、9番としてはわんなと思って、ワンチャン9を噛み合わせ。悲しくなってくるわ。俺が黒いってことじゃねえかよ。はい。だからなんかね、物言いが9の言う通りね、8ってね、なんかね、ひねくれてる感じだから強靭な感じなんだよ。聞いてたから。だから8番に俺あまりローは感じてねえんだわ。まあ、最初ね、村始まる初や1白までは用意してたんやけど、なんか8白打たれた時って利敵になるからやめたと思って。はい。あんまりめったに基本潜伏はせんのやけど、はい。なんかしら。まあ3番の7番頑張ってください。どっちか。夜になりました。そのままお待ちください。お待ちください。昨夜、襲撃された人はいませんでした。最後の戦いをしよう。最後の戦いを。あなたの発言です。はい、3人ロロ3番って2番に終始言ってんだよね。2周目も確定陣外だ。パッと見さ、市民 CO してるから本当に村人でやらかしてるやつか、強人とかって白の世界もあるんだけど、3番って2番つってすぐさまお上が発生したから2番黒だと言ってんだ、2日目。普通の視点って、ローに見える？
フィーリングでもいいから教えてくれ。9番1番に言うけど。多分4、3よりは3、2なんだと思うよ。3番が強烈に2番とライン切ってるし。ニクロで見えるしてんのはおかしくないな、普通に。9番1番に聞きたいわ。あの2番見てさ、まあどうせつってもマックス巨人だろうって思わない。うん。それを2番は、あ、3番は、2日目に2番黒だという。神考察から。うん。で、8番が強靭ということで、4、3が見えないから、3、2ってことが分かったから。3番が、3、2だったから、2番とライン切って、2番の色を知ってた人なんだろうね。2番黒ってはっきり言えないです。3番の人狼要素。色が見えてる人の視点。人狼は色が見えてるもの。7番は色が見えていなかった。2番、4番を比較したら、2番ってマックス強靭で4番はローがありそうだから4番に行っている。はい。2、3、ローロ。8強靭。4、3、だって6番が4投与すると思って3番、4番がライン切ったの。3、4が見えない。あら、3、2、ローロだったんじゃないと思いますよ。3番してください。以上です。9番さんが発言します。ぶっちゃけ一番議論聞いてる。ぶっちゃけなんか護衛運動に失敗したから、いやって聞き流したり。6守りでいいよ。5守りして6守り、6番噛まれる方がもう最悪だから。放棄してもいいですよ。議論聞いてなかった。ユムラ確定だから。ちなみに終わったら全席に僕のせいになるんですけど、冗談抜きで言いたいのは、割とこの最終日僕全然望んでなくて、初日8処刑したかったし、負けた時の言い訳になりますけど、8番いらねえだろ。むしろ37は賞味無理なんですね。どっちかに色ついてない人絶対ここの最終日なので、気に食わない方に投票するんですけど、これ結構ファッションとかフィーリングとかそういう話じゃなくて、ここで言う気に食わないっていうのはなんか僕の思考と全然違うなっていう方に入れますね。うん、なんだその発言って思う方が多かった方に入れます。それが人狼予想かどうか知らないけど、37はまあいいんじゃない。それが人狼ゲームだから決めれなかったんで、うん、感情でなんか気に入らねえからって入れられるよりはいいんじゃない。加点方式で、加点か減点方式でそういう決め方するので、僕はよろしくお願いします。僕は3番7番どっちとも村要素らしきものを見つけてない側の人間なんで、はい。ユムラも8番強靭も分かんなかったみたいよ。悲しくなってくるわ。俺がもう黒すぎるって。1番まあいいんじゃない。人狼ゲームしようよ、最後に。9番さん。求めてるゲームなんだから。なんかずっとそれこういうゲームを求めてるから。二投票してて、4番さんと8番さん釣らなきゃと思ってて、9番さん白いなと思ってただけだから。で、3番さん、7番さんの審議は、わかんないっす。わかんないっす。だって、4、8釣り切ったら終わると思ってたから。で、とっさに3番さんの発言聞いて、7に行くって言ったけど、え、8行かないとと思ったから。女性登場したっけ。そっから先はキューバさん白を見て、私はちょっと眠りについてました。だから眠ってたんだな。でも起きてるから言うからいいよ。最後の戦いしよう。もう頭の中にあっただけで、だから。ああ、終わってももうこういうゲームを求めたんだら、それでいいじゃん。もう最後の戦い。3番さんが発言します。7番さんにそっくりそのまま。お返しします。俺に開けた3番2番で色が見えすぎてるから2番3番でやってんじゃないか、ライン切りって。そりゃ追うでしょう。5番髪であったりとか、2番の発言って単体でおかしい発言ではあったんだから、8番に対して固執してるあたり、8番に対してしか釣り位置上げてない人物やから、なんか2番って他の視点って全くないのよ。じゃあさ、なんか2番目線さ、そのでしかも7番さんってその2番さんのあの市民 CEO プラスあの発言を聞いたら、強靭は村、残念でやあのムーブをやってる村か、まあ、強靭はあるかもしれないけど、なんで黒が抜けてんの。うん、でやっと3番2番のライン切りがある。全然2番の黒あるんじゃん。うん、だって投票のこの割れ方見てみなさいよ。35894、1264で54で割れてんだよ。こんなに割れてんだよ、うん、そういう投票行動の割れ方とか見てもさ、2番狼って全然ある位置やん。なんでその投票を見たらさ、2番って7番目線なんか2番って白い位置になるの。それこそ色見えてない。2番白し、2番の色知ってる人物にしか見えないやん。はい、だからそれを言うんであればね、3番2番で色見えてるってんであれば、うん、
なんでその市民仕様とか、それプラスその2番の発言で怪しいところがあるにもかかわらず、あってマックス強で残念村人っていう風な視点が先に来るの。で、なんでそれで4番が怪しいになるの。はい、2番7番なんで、俺絶対2番狼だと思ってるんで7番ください。はい、投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは3番さんです。長い戦いが終わった。難しい戦い。試合終了。ああ、そっちか。勝利しました。合ってんじゃん。合ってんじゃん、俺。